前持ち女二人組は、野波朝による日本の連作短編小説集シリーズ。全3作。小説新調、読む読むにて2005年から2012年に連載、第1作、いつか日の当たる場所で、が2007年8月に、第2作、すれ違う背中を、が2010年4月に、第3作、一番長い夜に、が2013年1月に新調社より刊行された。 前家持ちという、人には言えぬ過去を持つ二人の女が、東京の下町、柳中で、ひっそりと暮らし始める物語。シリーズ第一作と、第二作を原作として、いつか日の当たる場所でと題し NHK 総合テレビ、ドラマ10枠にて2013年にテレビドラマされた。いつか日の当たる場所で、のタイトルで、2013年1月8日から3月12日まで、NHK 総合。 ドラマ10枠にて、上戸彩と,綾と飯島直子のダブル主演で放送された。全10回。キャッチコピーは、語れない過去があります。捨てられない思いがあります。続編、いつか日の当たる場所でスペシャルが2014年4月1日に NHK 総合、特集ドラマ10枠にて放送された。スペシャル版のキャッチコピーは、語れない過去があります。伝えたい思いがあります。 話の筋は、序盤の展開を除いては、原作と大幅に異なっており、多くのドラマオリジナルの人物が登場する。また、原作終盤に描かれた震災に関する話も、ドラマではない。小森山氏は、ホストクラブで働く助にお金を貢ぐため、出会い系サイトで知り合った男性を睡眠薬で、眠らせた上で金銭を奪う犯罪を繰り返した末に、逮捕される。 裁判で懲役7年の実刑が下り、北関東女子刑務所に服役中、同じく服役中の綾香と知り合う。主要人物箱の周辺人物、綾香の周辺人物その他、CDDVD、ブルーレイ第5回、弟に贈る言葉、第8回、また会う日まで、で綾香と文彦の会話が流暢なと山弁で交わされている。野波朝、一番長い夜に、新庁舎。 2018年7月18日へ閲覧。A.B. 上とアヤ飯島直子主演、いつか日の当たる場所で制作。NHK ドラマトピックスブログ。 h t t p w w w n h k o r j p d r a m a t o p i c s b l o g 2 2 0 0 1 2 3 1 8 2 h t m l 2 0 1 2年6月12日閲覧無所帰り、上戸彩、飯島直子と、人生再生。産経スポーツ。<laughs> <流れ> <laughs> http://www.sanspo.com 芸のニュース2012万612明日12兆612億56万 10N1 HTML2012 年6月12日閲覧いつか日の当たる場所でスペシャル制作開始のお知らせドラマトピックスブログ NHK ブログ2014年2月7日閲覧毎日新聞デジタル 上戸彩、飯島直子に、人生相談内容は、秘密です。2014年4月2日閲覧。週刊ザテレビジョン2013ナンバー20、角川マガジンズ、33ページ、2013年5月21日、閲覧。いつか日の当たる場所でに関するカテゴリー、すれ違う背中音に関するカテゴリー、一番長い夜にに関するカテゴリー。ありがとうございます。